ジジバーコジジイジジイバーバおしっこ臭いおしっこ臭い頭臭い本当だえ頭臭いお鼻臭い今日届いてきたもん もっと悪いことが教えてやろうかねえ悪いことを教えてやろうか聞きたい、うん、言っちゃダメだよお父さんお母さんに約束する言っちゃうねえうちでは教えてやら言わないって言うなら約束し教えて言わない言わない僕に言っちゃダメだよいい言わない、うん、もっと悪いことがバカ、泥、マヌケ、アホ、人、死んじまい、クソじじ、クソババみんな集めてギュッギュにしたぐらい悪い言葉があるのいや、教えてるか、うんうん、言わない、うんうん、言わない、うん、絶対約束いや、まあ、まだ約束できないからダメ、じゃあ聞きたいか、うんうん、絶対言わないな先生に先生その言葉聞くとガーッと怒っちゃうよ美男子ほらなんで美男子なんだよほらダメだお前美男子って言ったら美男子っていうのはな悪い言葉なんだよ言っちゃあかんぞうん？あ、知ってんの？知ってるよ。ほんと？じゃあ、もっとありがとう知ってる？うん。二枚目。顔がね、二枚くっついてる。これ二枚目っていうの。言っちゃダメよ。うん。ええな。約束だな。よし。みんな約束守れるって言ったから、教えてやったんだから。いいね。一の長さ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 。2の長さ2の長さ3の長さ3の長さ4の長さ4の長ささっきあんた僕のことジジイって言ったわねうん？ちょっと待って林先生ですそうなに山口くんあなたごばすりうまいわね1の長さ2の長さ2の長さ3の長さ3の長さ4の長さ4の長さじゃあ数えてみよう長さもね数えることができます1、2、3、4言えますか3はい1、2、3、4いい声だねもう一回行こうかいいな今日はあまり話題がないんだなやだバンクーバーまで聞こえるようないい声で言おうみんなオリンピックで頑張ってるからさあのバンクーバーの人たち頑張れって言っていくぞ1、2、3、4、3はい1、2、3、4日本の子供頑張っとるぞって分かったか上と下どっちが長いか分かりますかはいはいはい下おー和田さん早かった下は何の長さでしょうね4の長さ正解素晴らしいじゃあ上は何の長さですか和田さん3何 3の長さあの人全部分かってるじゃあ数えてみるよ1、2、3、3はい1、2、3、3の長さ3の長さじゃあ今度下いくよ3はい1、2、3、4、3はい1、2、3、4、4の長さ4の長さじゃあこれはどうでしょうねちょっと分かりにくい上は上と下、これね、上が長いって先生もわかるんだよな上が長いって上は何の長さかわかるこれはいはい山口くん上上は長いで、これ上何の長さでしょこれ4の長さよくわかってるあの人みんなね、この点を数えちゃダメなのよ1、2、3、4、5になっちゃうからでも山口くんはこれが1つ2つ3つ4つだから4の長さと言いました君は賢い子だみんな手叩いてあげてよじゃあ山口君下は何の長さでしょう3の長さだあんた分かってるみんな手叩いてあげて素晴らしい下は3の長さ1、2、3、3はい1、2、3上は1、2、3、4、3はい1、2、3、4の長さ4これは難しいね、はいはい、どっちが長いか宮君わかる
ミヤ君どっちが長い？下。下が長い。先生も下が長いと思う。で、上はね、これ何の長さでしょうね、これ。今誰か後ろで、へーって言ったの？臭い出たの？プリッと。出したの？なんだ、お口からへが出たの。5の長さ、ごめんね、後ろからね、へーって言ったもんで、ね、1、2、3、4、5の長さ、5の長さ、じゃあ数えてみようか、3、はい、1、2、3、4、5、6、6の長さ、6の長さ、上と下どっちが長いでしょうか、はい、じゃあみんな言ってごらん、どっちが長い、下が長い、1、2、3、4、5の長さ、5の長さ、上は何の長さでしょう、はい、おい、こっち見て、何の長さでしょう、はい、上は何の長さだ、3、何、3の長さ、でもみんなラッキーだったと思うよ、まあそういうこと言っちゃいけないけどね、数のね論理性が養われるのはね、ね、4歳前後なのよ、ね、5歳、あんた5歳か、その時 PW 来てたってことはとっても言えるもんね、5歳、僕ね、もうじき5歳、5歳になるか、6歳になってからね、数の勉強してもね、もう遅いんだよな、はっきり。ある程度はできるけどな。じゃあこれわかる？黄と水色、どっちが長いかわかりますか？はーい。それじゃあみんな言ってみろ。黄色。これ黄色と水色、どっちが長いですか？はーい。どっち？水色。水色？黄色と水色、どっちが長いですか？はい。なんかそんなだらしない方と僕だってだらしない方になっちゃうよ。はい。みなさん、どっちが長いですか、はい、どっちこれ、はい、じゃあどっち行ってごらん、水色、ほんとそう、水色かな、これこうやって置いてみると分かるんだよ、そんな違わないと思うんだよな、ほら、あ、どっちが長いでしょうね、これ一緒っていうの、じゃ一緒に勉強しような、うん、一緒に勉強してるんだよ、みんな一緒に勉強してるんでしょ、僕たちね、あ、よし先生、いや、そんなごませてもダメなのよ。あ、やっちゃうんです。なあ、リッシュ君。僕が今聞いてるのは、黄色と水とどっちが長いかって聞いてるの。はぁー。正直、一緒って言うの？前島君、どっちが長い？黄色。黄色長い？ほんと？だけどね、間を数えてみるよ。1、2、3、4、5。行ってみてごらん。3。はい。1、2、3、4、5の長さでしょ？1、2、3、4、5の長さ、どっちが長いの、一緒、また一緒っていうの、僕ら一緒に勉強してるんだよ、そうだよ、一緒に、一緒の長さ、下の長さがどうな、長いの、うん、一緒の長さ、そういう時は何て言うかというと同じ、言ってごらん、同じだから浜田さん、運を入れるからいけないのよ、同じ、同じ、運はいらない、同じ、同じ、同じ長さ、同じ長さ、そういうふうに言ってほしいのよ、わかる、じゃあもう一回聞くから、そういうふうに言ってよ、上と下どっちが長いですか、はいはい、はい、ミヤ君、同じ長さ、素晴らしい、みんな手叩いてあげて、あんた正しいのを話せるね、いいね、これはどちらが長いか分かりますか、はい、だからそれが幼稚っぽいのよ、はい、菅原さん、はい、黄色、黄色長いね、よし、そこでね、長さを数えるときは BW だよね、お山を数えます、その前に杉浦、こっち見てるよ、あ、今日はどこ行ったかな、豆腐爆弾、あ、来た、豆腐爆弾、俺が豆腐爆弾、だって足は見えないじゃん、お前は足を前出せ、豆腐爆弾、ブイーっていくんだよ、いいな、豆腐の爆弾、そうだよ、これでね、居眠りしてるやつ、横見てるやつ、勉強してないやつ、あくびしたやつ、鼻ほじをしてたらバシッと、わざとやるなっていうの、そうやって、いや、本当にやったよ、誰、 BW の先生の前であくびするやつがいるか、じゃあ行くよ、お山が一つ、三、はい、お山が一つ、お山が二つ、お山が三つ、お山が四つ、お山が四つ、四の何